BBC ウェールズナショナル還元楽団は、イギリスウェールズの首都カーディフを本拠地とする、英国放送協会参加のオーケストラの一つである。日本語メディアでは主に旧称のわけである BBC、ウェールズ公共楽団の名称が用いられている。1928年に、カーディフステーション還元楽団として設立された。当時は2巻編成にも満たない規模であった。 1936年に BBC ウェールズ管弦楽団に改祖された。1974年には BBC ウェールズ交響楽団に改名。1993年に現在の名称になった。1987年に小高忠明が主席指揮者に就任後、編成を拡大した。また BBC プロムスに参加、シャンドス、ニンバス、 BIS レーベルでレコーディングを行う。1996年以降、マーク・ウィングルス・ワース、リチャード・ヒコックス、ティエリー・フィッシャー、トマス・セナゴーが主席指揮者となり、小高は警官指揮者を務めている。ありがとうございます。